さあ、Today's Guestのお時間がやってまいりました。このお時間はゲストの方とお電話をつないでお話を伺っていきましょう。ウィーバー、杉本裕二さんです。杉本さん、こんばんは。こんばんは、杉本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりと言いたいですが、結構最近ですね。そうですね、思ったより最近でした、僕も。いやー、またお話できて嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。今お届けしたナンバーが、昨年の10月ですよね、リリースがありました、はい、キャリーオンという曲でございました。ね、これ本当にこう曲のビートがね、曲中でガラッと変わるタイプの曲で、すごく面白いし、なんかこう新たな一歩を踏み出す時のエネルギーにあふれた曲だなーなんて話をねさせていただきましたよね。はい、ありがとうございます、はい、ということでございまして、ウィーバーは11年、もうまだ11年目ですよね。10月の、ね、そうですね、はい、今がそうなりますね。今が11年目ということでございまして、はい、改めてすごいですね、活動が続いていくというのは嬉しいことですね。いや、もう本当おかげさまでね、去年はすごい苦しい1年でしたけど、うんうんうん、でもなんとかこうやってやれているので、早く生でライブを届けられる日が来たらいいなと思ってます。本当ですね。配信はまあいろんな形でね、はい、フィーバーはお届けしてくれてきておりますけれども、それでもやっぱりお客さんの前で一緒にその場を作っていきたいですよね、はい、そうですね。いや、本当そうだと思います。特にね、まあ歌もそうなんだけど、バンドってなるとやっぱりサウンドを届けたいっていう気持ちもありますからね。そういうのを心待ちにしてるファンの方もたくさんいらっしゃるかと思いますけれども、はい、昨年ね、お電話をつないだのは10月の後半の頃だったと思いますけれども、そこからこの3月の頭にかけて、ね、はい、杉本さんにあった変化でいうと何があったでしょうか。そうですね、まあこのコロナ禍になってからいろいろ、まあちょっと一から何か音楽の勉強したいとかもやってたんですけど、やっぱりなんかずっとうまくいってるわけじゃなくて、なかなかうまくいかない時間もこの後半はあったので、なんかそれを取っ払うために、ちょっと作業部屋をリフォームというか、ちょっと模様替えしたりだとか、音楽を作る環境で結構 PC、パソコン使ったりするんですけど、それのソフトとかも全然違うものを使ったりして、ちょっと刺激を自分に与えてましたね。その刺激はいい方に作用しましたか。そうですね、ようやくなんか今また波に乗ってきたというか、いい方向に向いてるんじゃない、そのおかげで向いてるんじゃないかなと思います。結構そのソフトを変えるだとか OS を変えるとかって、それこそ職人としてのこの手先、道具を変えるようなことだから、なかなか難しいですよね。そうですね、なんか本当普段だったらなかなかそれを変える時間がないので、なんかそういった意味ではこんだけ今自分たちの時間が自由にたくさんあるっていうのは、すごくいい方向に働いたなと思いますね。未来の自分に対しての投資というところもあるでしょうかね。はい、はい、それご自宅に準備したんですか、その作業部場所。そうですね、まあ、もともと一応作業部はあったんですけど、そうなんだ、ちょっと改めて作業机をオーダーメイドで作ったりとかして、そういうのがでもそれだけでもやっぱりモチベーションがすごい上がったので、本当ね、はい、それこそここ10年15年ぐらいかな、スタジオがプロユースのスタジオじゃなくても自宅でもね、クオリティを追求できるようになってきて、もう本当近年で言ったら、正直説明をされないとどこでどう撮ったかとかわからないですよね、クオリティね。そうですよね、もう本当に今売れてる音楽みんな、ね、DTM、PC から生まれるものがたくさんあるので、そうそう、もちろんこうそれでは追いつかないようなこう音のね、声もそうですけど、はい、なんかそういったものっていうのはやっぱりこう最後の最後、人の質感が残っているものは僕は好きなので、そういったものを追求したいなと思ってるんだけど、ある程度のラインというかね、ここの作業はここショートカットできる部分っていうのがやっぱりだいぶ増えたなと思いますね。はい、おっしゃる通りで、はい、メンバーみんなでそういう、こうデジタル環境みたいなのを共有するんですか。そうですね、まあ、もともと結構デモはそのパソコンで作り込むことが多かったんですけど、やっぱりこのコロナになってからっていうのは、みんなでスタジオに入るっていうこともすごく難しかったので、まあ、そういうことをキャリーオンだったりもそうなんですけど、このタペストリーも実はレコーディングまで一度もスタジオに入らず、本当でレコーディングの当日に集まって、そこでお互いのこう演奏を聴いて、ベースがこう来るんだったら自分こう弾こうみたいな、そういうものを逆に楽しんでやってましたね。ねえ、いやでも本当に僕がやる音楽でもやっぱりそういう感じに
だんだんなってきたなとか、マッシュアップする部分っていうのはなんかこうね、わざわざ直接会わなくてもできる部分の部分は交通費かけずにもやっちゃう、時間短縮しちゃうみたいなのが増えたなと思いますね。そうですね、だからその両方のね良さをしっかり残していきたいなと思いますね。本当ですね。さあ今お話もありましたが、はい、2月の17日に新しいシングルがリリースになっております。タイトルを改めて教えてください。はい、タペストリーです。はい、これもまた、感動的なというか、どういったらいいかな、歌の歌詞、歌全体で言うとこう、人生いろいろある中で、人とね恋愛の話も入ってるだろうし、人生の別れ目の話も入ってるだろうし、はい、という感じなんですが、これ感動的なビデオがついてましたよね。はい、そうですね、今回企業のタイアップもいただきまして、でそれで映像もついにその映像があるという感じですね。ね、ビバのホームページ、はい、ぜひ見てみてください。その、言ったらこう夢に向かって進んでいく若いみんなのこうなんか諦めきれない気持ちみたいなのをなんかこうストーリーとして眺めていく中に、最後にこうウィーバーのねこのタペストリーがバンとかかってきて、本当に感動を生む感動マシンみたいな6分ぐらいでしたね、あれね。ありがとうございます。あるいはこうああいうこうどういうかな、企業のイメージのビデオというか、はい、ブランドムービーのために曲を変えてくださいというオファーがあったんですか。そうですね、そのオファーがあって、実際曲作っていく過程の中で、映像の台本なんかもいただいたりしてたので、だからそこにリンクするものをもちろん書いたっていうのもあるんですけど、でもやっぱりこのコロナ禍でまさに11月12月ぐらいだったので作っていたのが、はい、だからその頃やっぱりもうずっとずっと会えなくてすごく苦しい時間を過ごしてたんですけど、それでもやっぱりこうやって僕たちは音楽だったり思いでしっかりとつながっている、そういうものをちゃんと音楽でまたファンの人たちだったりに届けたいなって思っていたところだったので、本当まさに映像と気持ちがリンクしたものになったんじゃないかなと思いますね。そう、本当歌を聴いて、そして映像も見てみてもらって、メッセージ受け取ってもらいたいと思いますね。光差し込む部屋に残る記憶のタペストリーと、だからこうね、これまでの姿がまたぐーっと思いが詰まってるというような姿ですよね。はい、皆さんもぜひチェックいただきたいと思います。2月の17日に、ニューシングルとしてタペストリーが配信リリースになっております。さあそして楽しみなのは、いろいろお話はあるんですけれども、まずライブがずらずらずらと、決まったというか、開催に向けて動いてますね。そうですね、はい、はい、まずはウィーバービルボードライブ2021ザ・トリオということで、3月の16日神奈川のビルボードライブ横浜を皮切りにですね、3カ所4公演、準備されています。このライブっていうのはやっぱ心躍るんじゃないですか。そうですね、本当にお客さんを入れてのライブっていうのが、ワンマンっていうのがすごく久しぶりなので、はい、本当はこのビルボード自体も1月に開催予定だったんですけど、そうでしたよね、そうなんです、延期になってこの3月になったので、よりそのこの2ヶ月間の思いがさらに募っているので、その思いをしっかり音楽に乗せて届けたいなと思ってます。はい、3月16日神奈川から20日土曜日は大阪ビルボード、26日金曜日、27日土曜日は東京のビルボードライブ東京で開催となっております。そしてウィーバー16th ツアー2021ライブガガというタイトルで、大阪ナンバーハッチ、そして東京の X シアター六本木での大きい会場でのライブが4月に決まってますね。はい、これも楽しみですね。そうですね、やっぱりバンドとしてはライブハウスで鳴らせる音っていうのが一番やっぱり好きだったりするので、はい、気持ち的にはビルボードとは変わらないんですけど、でもやっぱりまさに僕たちもこの1年間ずっと生の音を欲していたし、来てくれるファンの人たちにとっても改めてやっぱりこの音が自分たちにはすごい力になってるんだなっていうのを感じてもらえる一日にできたらなと思っているので、気合い入れて音を届けていきたいなと思います。ねえ、演奏する側も気合い入るし、見に行けるみんなもやっぱり気合い入るから楽しみですよね。そうですね、はい、いいライブにしてください。応援しております。ありがとうございます。さあそして追加情報なんですけれども、3月の5日今週の金曜日から土曜日6日にかけて、はい、ウィーバー24時間特番をニコニコ生放送で行うんですか。そうなんです、今日まさに今日発表させてもらったんですけど、はいはい、ここでいろいろウィーバーの今までの MV なんかも放送しながら、最後6日の締めくくりには生のライブも届けるっていう形で、いいですね、はい、これ24時間とあるじゃないですか、はい、24時間
体制で杉本さんも参加するんですか。そうですね、聞いてると思います。ずっと生で出るわけじゃないんですけど。生で出るわけない。はい、あ、一応どこかであのチェックはしてるので。辛い時間帯に辛い顔で出なきゃいけないとかいうことではないんですか。そういうのは大丈夫です。そうですか。4時半にこうドッキリとかそういうことじゃなくて。そうですね。誰かやらないかな。誰かやるかもしれないですね。誰かやるかもしれませんね。やっちゃってください杉本さん。でもね、みんな楽しみな、まあ、ライブに向けての24時間生特番ということでございますので、ウィーバー24時間特番ニコニコ生放送、はい、今週の金曜日3月5日からチェックいただきたいと思います。これあのどういうふうに、まあ、ホームページから行っていただくのが一番わかりやすいですかね。そうですね、それが一番わかりやすいと思います、はい、で本当に全部見ようと思ったらのプレミアム会員なんかにもならなくてはいけない部分もあったりするので、うんうんうん、その辺もぜひチェックしてもらえたらなと思います。いいじゃないですか。これをキーにね、楽しんでいただきたいと思います、はい。ウィーバー WEAVER ウィーバーと検索いただけましたら公式のホームページなんかもすぐ出てきますんでチェックいただきたいと思います。オフィシャルホームページ、ツイッターなどで最新情報をチェックしてください。さあ、楽しみなライブもそして生配信もあるということで、本当にこうこれからいよいよシフトアップして頑張っていくって感じのウィーバーですね。そうですね、うん、まあ、まだまだ世の中の状況的には気をつけないといけないところもあるんですけど、はい、でもちゃんと一歩一歩前に進んでいきたいなと思っているので、うん、はい、はい、開催できますように応援しております。頑張ってください。ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ福岡の皆さん、まあね、あの配信があるようなものでしたら絶対福岡からでも楽しめますので、はい、皆さんもチェックいただきたいと思いますんで、リスナーの皆さん、福岡の皆さんに杉本さんメッセージ何かもらえますか。はい、まだなかなか福岡に行く予定が立てられてなくてすごく悔しいんですけど、まあ、さっき言ってくださった通り、4月のライブも配信でも、放送しますし、一日も早く福岡に会いに行けるように頑張りたいなと思うので、どうかこれからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。今日ご登場いただきましたのはウィーバー杉本裕二さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、今日はゲストコーナーにご登場いただいたということで、ウィーバー杉本さんには番組からお土産としてひよこ本舗吉野堂より春限定福岡限定で発売中の桜ひよこをプレゼントします。ありがとうございます。はい、お召し上がりください。さあ、それでは最後に1曲をお届けしましょう。杉本さん、曲紹介お願いできますか。はい、それでは最後、ウィーバーの新曲聴いてください。タテストリー。